こんにちは、青嶋博史です。まず先生方にお話をいたします。今日は楽譜のお話をしますけれども、私は楽譜を必ず読んでいただきたいというふうに思っているわけではありません。それから小学生の方たちが楽譜を完璧に読めるというものでもないように思います。というのは、私自体ピアノを小さい頃から習っていたわけですが、楽譜がある程度わかるようになったのは音楽大学に入ってからなわけです。それから現在でも、ここはどういう意味なのかよくわからないということがありますので、これは永遠の課題だと思います。ですけれども、一応その基礎になるようなことは小学生のうちに覚えておいてもいいんじゃないかなというふうに思って、今日はお話をしようと思っています。今までとはちょっと違って、これは知的なお話でございます。皆さんこんにちは。今日は楽譜のお話をします。皆さん、音楽の教科書などに楽譜が載っているのをご存知ですね。楽譜というのは何のためにあるのかをちょっと考えてみてください。楽譜なんてなくたってすぐに覚えられるっていう人が多いでしょうね。例えばそれは確かにそうです。私も子供の頃に習った歌、例えば蝶々なんていう歌はすぐに歌えます。蝶々蝶々蝶々菜の葉に止まれ、菜の葉に開いたら桜に止まれ、桜の花の花から花へ止まれよ、遊べ遊べよ止まれ。もしかしたら歌詞が違うかもわかりませんけども、メロディーは合ってると思います。ですけれども、年を取ってくるとこういったようなものは覚えにくくなってくるんですね。それから今のメロディーだけだったらすぐに覚えられるでしょうけれども、例えばこれをこんな風に弾いたとします。風に弾いちゃった場合っていうのを思い出すことはかなり難しいんじゃないでしょうか。楽譜というものが読めれば、ちょっとだけ聞いた音でも忘れずにその楽譜を見ればすぐに思い出すことができるのです。楽譜は字と同じことです。それではまず、やってまいりましょう。音楽に使われる音には高さ、それから長さ、それから強さなどがあります。それではまずその高さのことからです。ピアノの鍵盤では右の方が高い音です。そして左の方が低い音です。これをどういうふうに楽譜で表すのかといいますと、楽譜は絵のようなものですので、上の方に何かが書いてあれば高いです。下の方に何かが書かれていれば低いです。ちょっとこれを楽譜だと思って演奏してみましょう。まずここのところは、ここのところはこういうふうになるわけです。簡単ですよね。ですけどこれだと、例えばここら辺かもしれないし、ここら辺かもしれない、ここら辺かもしれないし、ここら辺かもしれないということで、はっきりとしたことがわからないんです。そのために音には名前をつけていることがあるんです。その名前はだいたいドレミファソラシドという言葉で表します。これは何でもいいんです。私たちが小さい頃はドラネコソラキタとかっていうふうに言ってましたし、それからハニホヘトイロハって言ってもいいですし、 CDEFGABC って言っても何でもいいわけです。ですけれども、普通はドレミファソラシドと言います。皆さん一度一緒に言ってみましょう。ドレミファソラシド、下のドと上のドは後のドの方が高いんですよね。これは古いイタリアの言葉で、私の歌をうまくしてくださいというお祈りの言葉から取ったわけです。ですからこれで歌うのが一番歌がうまく聞こえるということになるわけです。それではもう少しちゃんとやってみることにいたしましょう。これがどこら辺の高さなのかが分かるためには線を引きます。この線は何本でもいいんですけれども、今では5本というのが普通になってます。そして5本のここのところに等音記号というのを書きます。こういうものです。これは、きれいに書けるようになるのには1年ぐらいかかると思いますけどね。そしてこの場合のここのところ、
これがドという音なんです。そうするとこれよりも高いとで、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドというふうになっていきます。ちょっと書いてみますね。これがレです。これがミです。これがファです。これがソです。書けなくなっちゃったけど、ラです、シです。そしてここのところがドなんです。じゃあこれは何かというと高いレなんですね。そしてこれは高いミ、どん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 上の方に行きます。下の方にも行けるんですよ。このドよりも低いシはこういうふうに書くんです。これよりも低いラの音はこういうふうに書くんですね。これが読める人が楽譜が読めるということになるんです。できましたら小学校の1年生の頃の教科書にはかなが振ってあります。もしも読みたい方はこれをお友達で、ね、ピアノを習ってる人に頼んで全部かなを振ってもらうとか、あるいは音楽の先生にかなを振ってもらうと、歌えるようになると思いますよ。それではここで歌い手さんの小野勉さんをお招きしましょう。それでは皆さんもよくご存知のドレミの歌というのがあります。これをまず歌詞で歌ってみてください。いいですか。それでは今のドレミの歌をドレミで歌ってみます。ドレミドミドミなんですね。歌詞ではドはドーナツのドと言ってたんですけど、これはミという音なんです。これは歌詞のせいなんですね。ですからドレミだったらドレミドミドミ、レミファファミレファーと歌います。ミファソミソミソファソララソファラソドレミファソララレミファソラシシミファソラシドシシラファシソドとなります。こうすると日本の人も、それからアメリカの人も、それからインドネシアの人も、エジプトの人も、どこの人も一緒に歌えるっていう便利なところがあるわけです。それでは次です。今度は音には強い弱い強弱というのがあります。これはどのように表すのかと言いますと、これは印です。簡単ですから覚えちゃってくださいね。まずこういうふうにやってうなぎみたいのが書いてあることがあります。これがフォルテと言います。イタリア語で強くという意味です。それに対してなんかスプーンみたいな格好のものがあるんですが、これがピアノという印で弱くということです。そうです、今私が弾いているこの楽器はピアノというんですが、これは強い音も弱い音も出せるので、もともとはピアノフォルテと言ってたんです。そのフォルテの方がなくなっちゃってピアノさんっていう名前になってしまったんですね。それでは小野勉さんにちょっとやっていただきましょう。それではまずですね、強い声なんですが、高い音で強い声を出してもらいましょう。あという言葉でこの音で出していただきます。それでは高い音で強い音です。では参ります。どうぞ。あ、はい、ありがとうございました。それでは高い音で弱い声、ピアノの声を出してください。この違いが分かりますか？よく皆さんは高い声が強い声だと思ってるでしょうけど、そういうわけじゃないんですね。高い音にも弱い音もあるし、強い音もあるんです。それでは今度、低い音を出していただきましょう。低い音はこの音にしましょう。では低い音で強い音を出してください。じゃあ今度はおで言っていただけますか。どうぞ。おはい、これが低い音で強い音でした。
では同じく低い音で弱い音で出していただきたいんです。はい、ありがとうございました。皆さん、音が強いことと高いことは同じではありません。それから低い音というのと弱い音というのは同じではありません。強さと高さは関係がないのです。それでは今度はここにあるオルガンでちょっと試してみましょう。オルガンはピアノと同じような鍵盤楽器です。そのために右の方が高い音です。それでは高い音で一番小さな音にしてみます。だんだん大きくしてみますよ。弱くします。わかりますよね。それでは今度は一番低い音です。低い音は足元のペダルというので出します。一番低い小さな音は聞こえるかな。なんか地鳴りみたいですよね。じゃあこれを大きくしていってみましょう。こんな低い音でも大きな音が出るんです。もう一度言いますけれども、高さと強さというのは別のことなんですよね。覚えておいてくださいね。それではもう一つありますのは音の長さです。この長さというのは音符で表します。音符にはいろんな形があるんですが、あ、ここですね。音符が黒々としているとき、例えば黒い玉があってこういう棒があっていっぱいこういう線が、これ旗って言うんですけど、これがついているときはものすごく短くて速いです。それに対して音符が真っ白なときはものすごく長いです。この2つの関係は算数で習うみたいに半分半分になっていくんですが、それは難しいので、白っぽいところの方が長くて黒っぽいところの方が早いんだと思っていただきたいんです。ちょっとこの楽譜を見てくださいね。見えるかしらね。例えばここのところというのは、ここら辺のところに黒々とした音符がありますよね。ここはすごく早いということになります。短い音符がいっぱい続いていますので、それに対してここのところ白っぽい音符が続いていますよね。こういうところがゆっくり長い音符だということなんです。この長さというのはそれだけではない。例えば言葉で早くとか、それからゆっくりというふうに書く場合もあるんです。では小野勉さんに歌で表現していただきましょう。それではどこのところが、早いところで、どこがゆっくりとした音符なのかということを考えながら聞いてみてください。では女心の歌といって、ヴェルディという人が作ったものです。もともとはイタリア語ですが、日本語で歌っていただきます。1番だけで終わりのところに飛んでいただきます。曲でした。一番最後のあっていうところはものすごく短い音符がいっぱいあったんで早く聞こえますよね。それではここまでで、音楽に使われる音には高さ、それから強さ、そして長さの違いがあることは分かりましたけれども、音はそれだけではないんです。私たちの演奏する気持ちというものも必要になってきます。ですが、この気持ちというのは楽譜には表しにくいものです。で、これは言葉で書くことになっています。
これは皆さんだったら日本語で優しくとか怒ったようにとか撫でるようにとかっていうふうな言葉を書けばいいんじゃないでしょうか。それでは小野勉さんに今の女心の歌というのの初めの部分をまず優しく歌っていただきます。では小野さんよろしくお願いしますね。それでは今度は怒ったように歌ってください。風の中の羽のようにいつも変わる女心。はい、ありがとうございます。はい、途中で止めちゃってごめんなさいね。はい、それではね、もう一つどういう気分で歌ってもらいましょうかね。それではね、悲しそうな気分でしょうかね。ではお願いいたします。前奏は一小節にしましょう。風の中の羽のようにいつも変わる女心。はい、どうもありがとうございました。いろんな歌い方があるわけですよね。こういうふうに言葉で何のようにやってくださいっていうと、とても素晴らしい演奏家の方だとすぐに変えられるわけなんです。ピアノの弾き方も同じなんですよ。私も今同じように、悲しくとか、それから怒ったようにとか、それから、優しくというふうに弾き直したわけです。それでは皆さん、皆さんが演奏するときにもまず楽譜を一応は目の前に置いといてください。読めても読めなくても私はそれはどうでもいいと思います。ですけども、皆さんは小学校1年生までに少なくとも字は読めますよね。ということは、生まれたばっかりの時から自分の周りには字がたくさんあったわけです。例えば絵本とか漫画とか、それを見ながら6年間で字が読めるようになったわけですよね。ということは、楽譜を読めるようになりたい場合には楽譜ばっかり見て6年間暮らせばなんとかなるわけです。でもそんなことはかなり難しいですよね。ですから一応音楽をやるときは楽譜を大切にして楽譜を必ず見るという習慣をつけておけば、いずれは、楽譜を見てすぐに演奏ができるようになると思います。楽譜を読めるということはちょっと他の文化っていうのは難しい言葉ですけど、他の人たちがどういうことをやってるのかっていうことが頭の中でわかるということができるようになるということです。それは作曲の先生が何を考えて曲を書いたのかということがすぐにわかる。それからこれまでの人たちがどのように演奏してきたのかということもわかるということになるわけです。これは皆さんだけではなくて、クラスのお友達とか先生とご相談しながら、楽譜を見ながら、そして曲を演奏したり聴いたりする習慣をつけてください。ではここで先生方にまたお話を戻します。現在ドレミで歌うということをあまりやらなくなってきました。ですけれども、もしもその、生徒さんたちが大きくなった時、音楽をやる人がかなり増えてきています。例えば合唱をやったり、それからオーケストラに入ったりということです。その時に、そうですね、全く楽譜を読めないっていうことになると、楽器やなんかを手に取っても弾くまでに時間がかかってくる。合唱団に入ってもみんなについていけないということになってしまいます。ですから、言ってもわからないっていうんじゃなくて、先生がまずドレミで歌うことが重要でしょうね。そして文科省では移動度と固定度というのがあるんですが、このうちの移動度というのを提唱していました。例えばドレミファソラシドシラソファミレド、ヘ長調になるとこれをドレミファソラシドシラソファミレドというふうに歌わせるわけです。ですけれども、そうではなくてドはド、ソはソというふうに教えになった方が、そのお子さんの今後のためになると思っています。絶対音感があるとかないとかということとは全然関係がありません。お子さんは初めは移動度でも固定度でもないのです。それを後から教えてしまうと、それになってしまうということです。私も学校では移動度唱法、
ピアノの先生のところに行くと固定度唱法というふうに混じっていたので、とても初めの頃は頭がこんがらかりました。できることであれば学校でも器楽、笛とかハーモニカとかっていうのをやるときには固定度の方がうまくいくと思います。できることであれば固定度に統一していただけるといいと思います。では今日は楽譜のお話でした。